はいのんち TV 始まりました全国のドラマファンの皆さんこんにちはこんばんは D のチザワイズですはい今回は朝ドラ虎に翼の第55話について話していきたいと思いまーすはいー金曜日とうとうもね揉めに揉めてたけんがねあのうまく収まったと、東京家庭裁判所が でできまししたたという回でしたね、うん、ね法というのはこうね何だろう人を幸せにするものでありね法に縛られて死ぬものではないみたいなね、うん、滝川さんのね言葉がね、うん、よかったですね。うん 花岡のねうん絵をそこの場所に飾ったわけですけれどもそれはいましめでこう飾るというシーンでしたけどもね花岡はこう真面目にやりすぎて頬に縛られて死んでいたた栄養失調で死んでいたたそういうんじゃダメなんだ 幸せになるために法があるという感じでしたねうんまあそのスピーチねうんスピーチというかね12月31日にねそのスピーチをしてねスピーチを終わって除夜の鐘が鳴るというシーンでしたけどもねそんないいシーンの後に 自分が思い浮かんだのはこのこんないい話の最中にジャーの金ならなくてよかったなみたいな、うん、そ,ういそういうなんかつまらないツッコミを自分がしていることは情けないなという <laughs> 感じでしたね、うん、まあでも本当に、ね、滝川さんはあのねトラコと一緒でなんか途中一回逃げたみたいなね うん、凶悪犯の死刑の判決を出してその死刑を見に行ったことがあってそこから凶悪の事件、うん、そういうのから逃げていたみたいなね感じでさだと、ね、自分は似てるみたいなトラコと似てるみたいなね、うん、こと言ってたみたいなのねきなりさんが喋ってましたけども。うん そういうところでも滝川トラコをね可愛がっていたんだろうなと、うん、いうところでありますね。うん、なんか来週の予告でもね出てましたけどもあのなんだっけ山田米音さんはね、うん、逃げた人間は信じられないみたいなね予告でありましたけどね、うん、まあねその気持ちはね、うん、山田米音の言うことは大体は気持ちはわかるんですけど、ね でもそっち側に寄りすぎちゃうとこの世はね成立しないというかねうん特に弁護士なり裁判官になる人はね常にいろんな角度から見れないとねダメでしょうからうんトラコにしても滝川さんにしてもまあそういう経験を持っているっていうのは大事なんだなという感じはしますねだから。正義うーん 正義ってほんと危険ですね。うんうん、それがね、ずっとできる人ならほ,ほぼほぼいないと思うんでね、うん。そこが難しいよね。うん、だからもうすぐ都知事選がありますけども、うん。その辺のバランスをね、持ってる人がやってくれないと正義、正義、正義みたいになっちゃうとね。うん なかなか統治するっていうのは難しいと思うんでね、すさんできてしまうと思うんで、柔らかい部分とね、そういうのを持ってる人がね、やってほしいですね。怖いですよね。んなんかあんまりにも正義の人がやり出すと、どうなっちゃうんだみたいな。ある程度緩い部分、その人間の良心に <laughs> というかね、そういう部分に任せられる部分は、 少し任せてうんだから無駄なねうんことをねうん減らしていけたらいいんじゃないっていうふうな感じをしますけどねうん明らかにっていうところだけは直してってまあそれはねっていうのはあんまりねやんないでっていうその辺のバランスがね大事かなとまあで今回のこのファミリーコート家庭裁判所 ね、これがどんな風に大事なのかが今一つ自分の中では分からないしどうですか皆さんねこれがどうなじ、ね、みがあんまりない場所ですからね普通は、うん、あまりそれがあることによってどうこの国の機能が良くなっていくのかっていう部分が少し見えないんでね、うん、その辺がもうちょい説明が欲しいな うん、感じはしますけどどうでしょうかそんなのみんな知ってるよって感じなのかなうん自分はあんまりちょっとまだよく分かってないところがあるなという感じなんでねうん来週からその辺が見えてくるといいなと思いますはいここから私 D のチダワイズ情報って感じで、ね、来週金曜日、えー 私来週金曜日私ライブありますんでぜひぜひ、ね、遊びに来てくださいよろしくお願いしますバンドの方でね、うん、ありますんではいあのあお医者さんとか行くとあの最近はその問診票であの男の先生がいいですかとか女の先生がいいですかとかそういう項目もあってねまあどっちでもいいですよみたいなのはあるんですけども 私は比較的女性の人が苦手っていうのがあってえ女性の,その先生先生というかうん割かしちょっと苦手であのねこんな朝ドラ見ておいてあれなんだけどやっぱりちょっとねちょっと苦手で <laughs> あのだけどそれも悪いなと思ってどっちでもいいですようにするんですけど。 ねシフトの関係とかいろいろあってそんなこと言ってたら大変だなと思うんでいいですよってやるんですけどもやっぱり女の人来るとねやっぱりなんかね違うんですよね女の人まだ人によるから何とも言えないんだよね別にいい人もいるんでねだけどなんか多いのはやっぱりなんか自分を大きく見せようみたいな感じの人がね多いんだよね女の先生って。 なり女の女子だったり何なんりうん,なんか親しげに来てんだかなんだかみたいなうんなんかあんまり親しげとか必要ないんだよなみたいなしっかり話してほしいなみたいなのがあってうん女の人はねそれができない人が多いねまあでも歴史的にしょうがないんだろうねいろんなところでなんかこう抑圧されてるというか男の人 から上から来ら来れてるだろううなと思うんですよねだからその人が人生で誰に会ってきたかで多分変わってくると思うんでまあそういう時は「ああかわいそうな人生を送ってたんだなこの人」って思うようになっていってしまってるんですけど何んんでもっと丁寧にできないんだろうなと日本はねそういう丁寧にしゃべる言葉あるじゃないですか。んそんなの できると思うんだよね、うん、もうな何て言うの10回とか20回とか会ってるんだったらだんだんそうなっていくのはいいと思うんだけど一番最初はしっかりしてほしいなってのなのはそれは男でもどっちも同じでなんか最初から来るやついるんだけどでもそういう人っていうのはわりかし何て言うんだろうシャイな人もが多いっていうのがね後に分かってくる っていいいいうケースが多いからまあいいんだけど、うん、でもまあ自分の中の印象はそうよくはないですねいきなりフレンドリーなやつとかあんま好きじゃないんだけど、うん、シャイな人が多いんだよねそうやっとかないと生きてこれなかったみたいなね人が多いからあれなんだけど、まあ、後にね、うん、まあ分かるからいいんだけど最初だけの問題なんでね、うん、でもあんまりいきなり近い人は私はちょっと。 苦手なんで、えー、私と会った人人、いきなりなんていうの、近い感じで来るのはちょっとやめていただきたいな、みたいな。<笑>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 はい、そんな感じで,でした、えー。チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた、バイ。